12月23日から始まる全日本フィギュア選手権。来年の北京オリンピックの代表最終選考会となるこの大会では、男女ともに3枠の代表の座をかけた激戦が予想される。そんな中、絶対王者、羽生結弦がこの数年挑み続ける4回転アクセルに注目した。羽生結弦はなぜ世界初となるこのジャンプに挑戦し続けるのか。そして体操界のレジェンド、内村航平が羽生結弦君しか超えられないと驚いた4回転アクセルに必要なものに迫った。人類が作ってきた壁を越えたいオリンピック連覇をはじめ、フィギュアスケート史上で数々の偉業を成し遂げてきた絶対王者、羽生結弦。ピョンチャンオリンピック後の2018-2019シーズンから取り組んでいるのが、これまで誰も成功したことがない4回転アクセルだ。アクセルジャンプは、フィギュアスケートの他のジャンプとは違って、唯一前向きに踏み切るジャンプであり、前方に飛ぶことの恐怖心を克服すること、そして他のジャンプよりも半回転多く飛ぶことが求められる、難易度の高いジャンプである。成功すれば、世界初となる4回転アクセル。その成功こそが、オリンピック連覇を成し遂げた羽生結弦を突き動かす原動力となってきた。限界突破。ある意味今まで人類が作ってきた壁みたいなものが4回転半っていうものだったと思うんですよ。僕自身も作っているし、それを超えたい。それが多分僕らフィギュアスケーターの限界の壁だと思うし、その限界を超えるショーにしたいと思います。こう語る羽生結弦は、4回転アクセルの難しさをこれまで何度も話している。走り幅跳びの状態で、回転をつけながら飛んでいく感じ、4回転アクセルの時の軌道と3回転アクセルの軌道は全く違うものなので、イメージはできるんですよ。しっかり、夢で、成功して降りてるんですよ。まだ、成功して降りられていないっていう悔しさみたいなものとか、絶望感みたいなものを日々味わってはいたんですけど、羽生結弦をしても、この3年間で越えられなかった壁とは、どんなものなのか。3人のスペシャリストに話を聞いた。4回転アクセルに挑戦した村隆仁1人目は、プロフィギュアスケーターの村隆仁。自身も過去に4回転アクセルに挑戦して、その難しさは熟知している。やってみて最初に分かったことは、空中感覚が今までの4回転ジャンプとか3回転アクセルとは別格に長く感じるし、きつく感じるんですよね。結局まずは回転に負けないだけの体を作らなければいけない絶対条件は、ベースとなる肉体の強化と話す無量は、1年前の全日本フィギュアでの羽生結弦の様子をこう語った。ジャンプの上がるタッチ。普通に吸って、ゆっくり滑ってきてポンって上がって、4回転飛んじゃったりもしていたし、トレーニングを変えて体を作り直してきたら、一気にまた一段変わったんですよ。スピードがあってもなくても、どちらでも力が出せるようになっている。すごいって思って、多分4回転アクセルに、最終的に通じる形になっている、無量は、この時羽生結弦の進化を感じていたのだ。ジャンプの角度は走り幅跳びの世界記録と同じ2人目は、桐蔭横浜大学大学院でスポーツ科学を研究する桜井聡の風教授だ。桜井教授は羽生結弦に関する興味深いデータの一致を見つけたという。ジャンプの高さ、距離、着氷速度を計測するシステム、アイスコープのデータから、桜井が導き出したのは、
ジャンプの踏み切り角度だった。羽生結弦選手の3回転アクセルは、22度から23度の角度で飛び上がっている。そして、驚いたのは、この角度は走り幅跳びの世界記録と大体同じ角度なんですね。だから、飛距離を出すには最高の角度で踏み切っていると思います。桜井教授によれば、アメリカのが1991年に記録した世界記録8メートル95センチメートルの跳躍と、羽生結弦の3回転アクセルの踏み切り角度は、ほぼ一致しているという。実は、羽生結弦自身も、すでに理想のジャンプをイメージしており、かつて4回転アクセル成功への理想の数値を、こう話していた。高さは0、8メートル以上はないとダメですし、距離的にも4メートル以上はないとダメかなと思っていて、桜井教授もこの数値には納得の表情でこう、付け加えた。自分が出したデータとほとんど同じ角度になりますから、もうバッチリ合うデータですね。この角度で、いかに強い踏み切りで遠くに飛べるかということを考えた方がいいのかと思います。レジェンド、内村航平、人間がやる技じゃない。そして最後は、羽生結弦自身も憧れる、アスリート。体操界のレジェンド、内村航平。内村は、羽生結弦の4回転アクセルへの挑戦に興味津々だった。体操選手の視点から見たらどういう風に見えるのかなと。4回転アクセルへの挑戦を興味本位で見出したらめちゃくちゃハマっちゃって。まあ、人間がやる技じゃないんじゃないなというのは、最初に見て思いました。内村をして。人間がやる技ではないという超高難度のジャンプ。この技をどう攻略するかを聞いてみると、フィギュアのことわからないので、おこがましいですがと前置きした上で、羽生結弦の動画を見ながらもっとひねれたらと解説した。やっぱり最大到達点までにもっとひねれたら、体操だとめちゃくちゃ早く、ひねりをかけるという技術なんですけど、体操とフィギュア。同じ、ひねりでも体の使い方は異なるようで。羽生結弦のひねりは上半身と下半身がシンクロしながら、ひねり始めることに着目して。こう続けた。体操の場合だと上半身きっかけなんですよ。下半身は後で持ってくるというやり方なんですけど、上半身を先にもうちょっとひねれたら、下半身がブーンってついてくると思うんですよね。やっぱり高さがないとひねれないですけど。それか、もうちょっと遠く飛ばせたら、より飛距離が伸びてくるので、その分ひねれるかなというのもあるんです。この課題において、羽生結弦自身も高さと飛距離の両立が難しいと話していることを伝えると、めっちゃわかります。やったことないけどわかりますと大きくうなずいた。そして、内村は最後にこんな言葉で締めくくった。人は超えられないです。羽生結弦君しか超えられないです。身体能力の進化。走り幅跳びの世界記録と一致する踏み切り角度。そして、世界屈指のアスリートが話す。ひねりの重要性。走り幅跳びの状態で、回転をつけながら飛んでいく感じ、こう話していた、羽生結弦の4回転アクセル成功への現在地は、果たして、シーズン初戦を迎えるディフェンディングチャンピオン、羽生結弦は、今年も、全日本の舞台に立つ。注目の男子ショートプログラムは24日。フリーは26日に行われる。